やっぱりエルネーはフラムのツートップの斜め後ろのロードを立たないで、脇にキニの癖なんですかね。右脇エルネー左脇ティアリーで、中引いてゼロトップ的に降りる税スにスキップしてからレイオフ狙ってるとかあったりして、そしたらサイドバックもじょう一度押し込む方してもらう。で、そこのジェズスが降りたとこつけるのは、ツーライン越えるから危ないしね。で、多分ですけど、まあまあ、エルネーと喋ったことは分かんないけど、エルネー頑張り屋さんじゃん。自分がボール触ってないと仕事してない感出るね。で、これは結構ボランチの選手のあるあるで、俺触ってないっすよって言うんだけど、触ってなくていいんだ ボランチは触る回数少ないけど、触ってないときに声とか、あの自分のポジショニングとかでチームをぜ、あのチームのボール回しっていうか、ビルドアップ、前進させる役割だから。から自分を受け入れるときに一番いい判断して、前向く、えー、前向いてる選手の落とすっていうのをやって、自分が触れないときには、声で指揮して自分が受けられる位置、もしくはチームが点取れるようする。それが必要。で、それをブスケツはずっとやってるんだよね。あの人が正解を教えてくれてるんだけど、意外にみんな90分サッカー見ないし、 なんならブスケツだったらもう30分、10分見るだけでも分かりますけどね。ブスケツとかジョルジーニョとか、トーマスもやってると思うんだけど、いいアンカーは動くべき時以外は動かないで、ボールを動かすためにチームに声を出してる。だからほんと指揮官なんですよ。気持ち分かるよね。そう分かるんだけどね。本当シおしむさんが言った言葉はもういつも胸に響きますね。サッカーは誰でもできるけど、サッカー選手にはアイディアがないとなれないっていう。 だから自分が出た試合で、ここでどんなプレーができただろうっていう、その振り返りってどんぐらいみんなしてんのかなみたいなとかで、ボール触れなくて不安になるじゃん。でも、自分触れてないけど、ちゃんとボール動かそうとしてやるじゃん。触れますからね。触るために意味なく動いてるやつより、自分触んなくてもボ、あの声と周りの動かし方でボールを動かして、それをやってると自然とそいつにボール集まるの。だってブスケツが全く触ってない試合なんて見たことないでしょ。ブスケツ全く触ってません。ロドリー全く触ってませんとかさ、ジョルジーニョ全く触ってませんってなんないじゃん。 そう、だからそこに真偽はあるんだよ。でも気づかしてくれる指導者がいないから、そう、だからみんなで広めていこ、それは。ボールは触るべき時に触るものっていう。本と、ほとね、あの、エルネニーのこの立ち位置がさ、この間にちゃんとエルネニーが立ち続けると、ここ閉じなきゃいけないから、それによってこの横パスも楽になるんですよ。この矢印が向きにくいから。ここ動かれちゃうと、こういうプレスが来るから、横パスもしにくいんですよ。で、そうすると、横に渡しながら、サイドにつけるってできるし、 そうこういうところもつけられてたり、疲れてたりとかしたら、腕ゴールは瞬間的に降りてくる、降りてきたところにジェスがずれてみたいな、そういう流れができるって感じですね。そう、トーマス、ポジショニングね、細かい直しとかね。いや、ほんと、そんな選手じゃなかったんだけどね。みんなで え、追いながら、いろいろサッカー楽しんでいきましょう。いいね、チャンネル登録して帰ってくれたら嬉しいです。そして、サッカーの戦術的なこととか、いろいろね、深いところを知りたい人は、え、コメント欄とか概要欄から、レオザ学園に入学して、一緒に勉強してくれたら嬉しいです。じゃあね、バイバイ。